岸田、岸田、お前何やってんだよ。岸田総理、お前何やってんだよ。むちゃくちゃ心配じゃねえかよ。な、なにフィリピンに毎年毎年2000億円を支援するって何を考えてるんだよ。そのための増税か何をやってるんだ、岸田。8日に来日するフィリピンのマルコス大統領との会談で、 年間2000億円を超える支援を表明する方向で調整に入った。複数の政府関係者が2日明らかにした。まあ、ふざけろよ。何が増税だよ。その税金どこに行ってるんだよ。なんで俺たちが、泣けなしの銭で、フィリピンに金払わなくちゃいけないんだよ。あ,あ、何かフィリピンというとあれか、詐欺集団のボス、ルフィが、なんか、かくまわれてるだろ。まあ、何やってんだよ。そんな国にさらに金渡して、 なん、泥棒に追いせんかふざけろよ、お前。こっちはね、瀕死の病人の布団を剥がれるような手口で、もう一問なしだよ。何ふざけろ、お前。まあ、どうやって海外にばっかりいい顔して、岸田はいい総理だったとかで思われたいのかよ。国内からもう散々突き上げだよ。何やってんだよ。一体、この支援をすることで、俺たちに何のメリットがあるんだよ。日本が得するからやってるのか、これ。完全なるお前、芋ずるひもずるじゃないか。 金ずるか君は。それとも何か二千億円寄付すると、キックバックがもらえるのかフィリピンに、なんだ甘くりできるのかふざけろよ、お前。岸田。岸田。もう何がブルーリボンだよ。拉致被害者のこと、ちゃんと取り組んでるのか全く進んでないじゃないか。何か当事者が全員いなくなるの待ってるんじゃないだろうな。大したもんだな、岸田。金返せよ。金、お前、俺の金返せよ、お前。 おお金金返返ししててくくだだささいよもう、うん、はいいはどうもお疲れ様です岸田総理の発言がね物議を醸し出してますが今回はその通りでしょう岸田総理全然育児のこと分かってないなというしかありませんえというのがね育休中の学び直しなんていうのことを言ってるわけですよねこの言葉だけでも育休ってのがね子供のために仕事を休んでるから 楽でしょっていう発想になってるわけなんですよまさに育児をしたことがない人の発想ですよねあのやっぱりねお子さんが生まれて0歳1歳2歳とやっぱね仕事をしながら子育てをするっていうのは非現実的ですよ本当ね中にはできる人もいるっていうレベルでやっぱ0歳とか1歳のお子さんを育てながらその安全に配慮しながらねやっぱり勉強とかも無理ですよね 全然落ち着いてできないと思いますよ。いや、本当にね、中にはできる人もいるっていうレベルで、なんか、岸田総理も全く勘違いしてるのが、育休がね、休みだと思ってるんですよ。それはね、あの、やっぱり産休っていうんですか、休みっていう言葉が悪いかもしれませんけども、確かに、仕事は休みますよ。会社の仕事やアルバイトは休みますよ。なんで休むかっていうと、休まないと仕事と一緒に、 子育てができるほど楽じゃないからなんですよそのぐらいの想像力は岸田総理ないんですかね <laughs> かわいそうな部分もありますねこういう人は、えー、これに対し首相は育児休などさまざまな状況にあっても主体的に学び直しに取り組む方々をしっかりと後押ししていくね育,育児中はねあのできないんですよ勉強は本当にね そののぐらいのことは岸田総理もも想像ががつくんんんんだななと思ったんでですすけども奥さんがダメなんですよね岸田総理の奥さんが育児の大変さをこうちゃんと岸田総理に旦那さんに伝えてないというかねもしくは、まあ、余裕のよっちゃんで誰かに任せながらほんわかやってたんですかね奥さんがしょうもないのかなと思いますねこれはうんこういうふうにも書いてますね休みだから時間があるだろうと勘違いしている 違うんですよ仕事を休まなければならないほど子育てってのは命がけなんですよとそのぐらい分かるでしょうと安心して出産子育てできる仕組みの方を優先してとだからね総理がこういうふうな発想だからおじさん発想だからねいつまでたっても育児に関わるお母さんお父さん報われないわけなんですよねここにいいこと書いてますよ一度0歳児を 1, 1人で1日見た方がいいといたった1日でいいからやってみたらいいんじゃないですか公務をしながら子育てね まあとってもできないででね岸田総理にはであんまり好きな方じゃないんですけども、えー、と広い岸こういうふうに言ってますよ。えー、頭がおかしい政治家育休中の学び直し支援策に呆きれるまともな助言できる人いないのかな。ねせめて奥さんがこんなこと止めてあげないと。うん。ねえ産休育休中の親に学び直しの時間と精神的余裕があると信じてる頭のおかしい政治家。ね。 毎日夜泣きで3時間に1回ずつ起こされて、肉体労働をする生活を半年以上続けた親のおかげで、大人になれたことが分かってない人ですし、自民党内でまともな助言できる人いないのかなと。ねまあ、自民党もいい加減、古いおじさんたちですから、子育てなんでね、自分はやってきてないわけですよ。で、奥さんが3食昼寝つきで楽ちんでやったと思ってるんでしょうね。いややっぱりこういう人たちがいる限り、国民の暮らしは楽にならないでしょう。なんか、 暴動を起こすなら今というかね。うん。まあ内戦の危機迫るみたいな感じです。そこに付け込んで、まあ中国や何とかっていうところが攻めてくるかもしれませんけどもね。うん。どうしてこうなっちゃったんでしょうか。終わってますね、岸田総理ね。自民党終わってますね。うん。そんなことをやるよりも、早く電気代高騰処理やると。もう電気代高すぎて、しょうもないよ。何とかしろって言うんだよ。岸田、またお前か。何やってんだよ。 めちゃくちゃ腹立つよ。本当に心配だよ。お前何やってんだよ。何何日本人は一生懸命働いて、真面目に税金を払っても、インドに5兆円、アフリカに5兆円、フィリピンに2000億円毎年、男女、共同参画や貧困女子、在日外国人に3兆円もあげちゃって、さらに増税するって言ってる。何なんだよ、岸だよ。何やってんだよ。 こっちのむしり取られる方がもう先に参っちゃうよ。何支援するつもりで支援してた我々が支援されるようになっちゃうよ。何やってんだよ、岸田。お前自分の株が上がるばっかりじゃないかよ。俺たちの人生どうしてくれるんだよ。もう全員ロスジェネだよ、こうなったら。頼むよ、岸田。ちゃんと俺たちの暮らし見てくれよ。何やってんだよ、岸田。ふざけろよ、お前。この野郎。岸田です。 まあ、とにかくあ、国民の皆様からお金を吸い上げ、もうね、ニッチもサッチもいかないようにする、その困った姿を見て、喜ぶ。それがあー、総理としての第一の仕事ですえ。そして、悔しがる国民を目白に、外国にはいっぱい資金をばらまいて、みんなに称賛されて、を岸田、いい国、日本だな、と言わせるようにしたいと思います。え、国民が、 どれだけ生活に困ろうと知ったことではありません。いやいや、もっと困っていただきたいかなと思っております。なぜなら、この国は民主主義の国。私を選んだ国民が悪いという思いが慎重に検討されるべきであります。ザマあ見さらせ、岸田です。 共産党共産党の CABC お前何言ってんだよむちゃくちゃ心配だよ頭を床屋へ行ってこい何戦争の準備をすれば戦争の確率が高くなる平和を望むなら戦争の準備でなく平和の準備をすべきだ立派だよじゃあ平和の準備って一体何することなんだよ お花畑を作ることなのかもう何言ってんだよ。平和の準備ってのはどういうことかっていうと、例えばな、一家の親父が家族を守るために、おい、うちの家族に指一本触れてみろ。俺はお前らと一緒に死んでるぜ。っていう覚悟を見せることじゃないのかそこまで凄まれたら、あの一家には手出さんとこって言って過ごすごと退散するのが、中国共産党じゃないのかあ、違うわ、これ。 共産党か日本共産党危なっかしいね ABC。どこと結託してんだよ、C。日本を丸腰にして、ペロリといただこうって作戦か大体あれだろ、平和の準備って、対話とか外交とか言うつもりなんだろ。<laughs> お前に、どんな対話と外交ができるんだよ。何やってんだよ。中国共産党の手先じゃないか、単なる。 日本を弱体化させて、ペロリと行こうとしてるんだろそうはいかないよ。何言ってんだよ、お前。共産党も随分、高齢化が進んできて、若い人間が入ってこなくなってるぞ。その辺から何とかしないと、笛吹けど、踊らずになってるぞ。まあ、せめて自民党を倒してから言ってくれよ。結局、共産党として、なんか、政党、助成金もらって、ぬくぬくと暮らして、 日本国民のことなんて何も考えてないじゃないか。何言ってんだよ、なんで、そんなことして、生きてられるんだろう。ちゃんとしてくれよ。共産党も別に、恨みはないんでね。頑張って働いてくれよ。とりあえず、平和の準備ってのは、何をすることなのか、具体的に過剰書きで、ちょっと、放課後まで先生に提出しなさい。いいかね シー君、それじゃあ。岸田おい、岸田何やってんだよ。ついに金がないから、国有資産を売っ払って、防衛費に充てる、そんな法案を閣議決定したのか。岸田お前何やってんだよ。あ、むちゃくちゃ心配だよ。国有資産って何なんだよ、大体。国有資産ってのはおそらく、特許権、著作権、商標権、その他の、 権利。これを国が持ってるものを売ろうってんだな。じゃあ、例えば何なんだよ、特許権って。国の持ってる特許権って何なんだよ。何警察庁科学警察研究所そんなところがあるのかそんな特許あるのか総務省総務省大臣官房会計課そういうところが所管してるのか財務省も特許持ってるのか文部科学省も特許持ってるのか特許の塊じゃねえかよ。 どんだけ売るんだよ。国土交通省も環境省も防衛省も持ってるな。まあ、よくわかんないからさ、一日総理大臣権っていうの売ってみたらどうだなあ、アイドルタレントがよく、一日警察署長とかやってるじゃないか。総理大臣も大したことないよ。なんか回ってきたペーパー読むだけだろそれで遺憾のいいとか言ってないんだろ難しいこと言ったら検討するとか言っていけえんだろこれ誰でもできるじゃないか。俺やってやるよ、もう。あ あの、山太郎にやらしてみようよね。ね。消費税ゼロみたいな感じでね。一日だけでも消費税ゼロになったらどうなるのか。楽しみだな、これは。岸田。そのぐらいしかもないよ。岸田。そのぐらいしかないんじゃないのえー、岸田です。えー、子育て中の皆さん。子育てで楽をしてる。まあ、そのうちに、まあ、勉強して、新しいスクールを身につけようではありませんか。 子育ては、タラやってどうせ暇なんでしょう。三食昼寝つきで、大変だ、大変だと言っていれば、あ、なんかこう子育て大変なんだねっていうふうに思わせる作戦なんでしょう。子育ては楽ちんです。まあ、鼻くそほじりながらできます。私がそうでした。私は全く子供に手をつけずに、えー、息子を育ててきました。で、今は、勝利秘書官でございます。で、えー、ヨーロッパに行ってもね、 新たな遊んでいるというまあこういうふうになるんですよ、まあ、いわゆる適材適所うんロスジレン世代の、まあ、就職支援ができていないこれも自己責任ねもうね自分が貧しいのはこれは適材適所です私のようになりなさい岸田です私のようになれなければそれはもう適材適所自己責任ということなんですね、まあ、賃金上昇に向けて3級 育休中の学び直しをしてほしい。大体いい子育てなんて鼻くそほじりながらできるわけですから。それが私の考えであります。岸田です。怒らないでね。皆さん、この賃上げの難しい中、給料が伸び悩む中、そして物価が高くなってエネルギー代も高騰、電気代は2倍3倍になって生活を逼迫する中、なんと公務員の給料がまたですよ。また大幅引き上げですよ。 何やってんだって感じじゃないですか。公務員がまともな仕事しないから民間がきついんじゃないですか。何やってんだよ。公務員。公務員住みかすみょで。耳かっぽうじく聞けよお前。公務員の給料が上がった分ね、民間に使ってくださいよ。そうしたら民間もトリクルダウンで売ろうじゃないですか。公務員の皆さんが給料が上がった分だけ、それを貯蓄に回すからおかしなことになるんでしょう。公務員の皆さんは貯金があっちゃいけません。 少なくとも民間の預貯金がない間は貯金しちゃダメです。全部使ってください。右が左に。そうしたら民間も潤う,うでしょそしたら公務員さんがやっと枕を高くして眠れるわけじゃないですか。公務員の生産性が悪いから民間がいくら知恵を絞っても全部吸い取られちゃうよ。で、公務員の人はみんな隅から隅まで反省してくださいよ。自分たちだけいいからこれは適材適所なんだ。自己責任なんだ。 まあそういうね、公務員ばっかりなんですよ。ちょっと人としてのね、優しさを持ってもらいたいなと思いますね。で、私の考えなんですけども、公務員の給料を、例えばね、5万上げること、公務員の皆さんはね、ものすごい人数いるわけですから。そしたら膨大なお金動くじゃないですか。そんなことよりも、同じ金額使って、生活保護の方の支給分を5万円上げた方がいいんじゃないですかそういう考えにはならないんですかね。 いや、公務員の皆さん。民間から吸い取った金で暮らしてるんでしょ私たち民間は吸い取られっぱなしですよ。公務員の皆さんを食わすために。ふざけろよ、ふざけろよ、ほんと。俺の金返せよ、お前。しかも、市役所行ったら、そこはそこでまた窓口で金取るんだろバカ野郎って、お前サボってんじゃねえよ、お前。公務員は隅から隅までだぞ、お前。儲けすぎ。ね。儲け、公務員いらないよ、もう。全部自動化でいいんだよ、公務なんてのは。 人間的な感情がないんだったら、ないわけでしょ感情は。右か左に裁くだけじゃないですか同じルールで。機械でいいよ。民間はそうはいかないよ。ね。時には、泣き落としで仕事を取ってくるわけですよ。感情に訴えかけて。いや、これが売れないともうね、会社に帰れませんよっていう風うな営業マンいるでしょ泣き落としで営業を取ってるわけですよ。公務員の皆さんはどうですか私たちが書類を書いて持って行っても、 印間がちょっとずれただけで、あ、これはダメですね。もう一回書いてもらいますかみたいな感じで、また同じ住所から何か,から書かせるんでしょ考えろよ、もうちょっとね。誰が生産性を落としてるんだと公務員だよ。ね。学校に行ったって、公務員が働いてるわけでしょなんでいじめ問題隠蔽してんだよ。もう最低だよ。ふざけろよ、お前。政府としても、最低賃金の引き上げ。 公的セクターで働く労働者政府調達に参加する企業の労働者の賃金についてインフレ率を超える賃上げが確保されることを目指します目指すだけだよこれ。ね目指すだけなら猿でもできるっつうんだよ東大を目指すことと東大に入荷することは全く違うんじゃないですか東大じゃなくてもいいですよ賃上げを目指すことと賃上げを達成することは全く違いますそして未だに賃上げは民間自身の力でやるしかないわけなんですよ で、そうやって賃上げしようと思っても、まだ増税すれば全く意味がないじゃないか。もうね、頑張った人が報われない世の中、あぐらをかいてる公務員が一方的に報われているのかはね、そろそろやめなくちゃいけないんですか。民間より先に、何これ、嫌なタイトルだね。 国家公務員の賃金は毎年8月に出される人事院勧告をもとに政府が給与法などの改正案を秋の臨時国会に提出その通過を受けて1月から給与の支給が行われる公務員人員の民間給与並みというのが原則でどこが民間企業は人事院は民間給与の動向を調査した上で引き上げなどを決め政府に勧告することになっていると民間の給料が上がらなければ国家公務員の給料は引き上げられないというのが大原則だったが 岸田総理がやっているのは民間の給料は上がらずにも物価以上に賃上げに成功するのは公務員の給料だけということでございます。だからこうなるとね、公務員をね、隅から隅までね、憎たらしく思えてくるんですけどもね、うん、新しい資本主義ってのはそういうことか。新しい資本主義は社会主義だといった声が本質したその通りだ。<laughs> 人への投資。<laughs> 人への投資するんだったら、岸田総理、息子を、<laughs> 勝利秘書官にしちゃダメでしょ。<laughs> 逆投資だよ、あれは。<laughs> まあ、ふざけろよって感じでね、今日も、だ巻いて終わっていこうと思います。<laughs> まるでね、飲み屋に来て一方的にね、文句言って帰っていくね、親父みたいになってきましたけどね、私もそういう年になったってことですかね。皆さんは穏やかにお過ごしください。公務員の皆さんも、頑張ってくださいね。 国債は政府の負債であり、国民の借金ではありませんが、国債の償還や利払いにあたっては、将来国民の皆様に対して税金等でご負担いただくことなどが必要であり。岸だ。またお前か。岸だ。お前ふざけろよ。何が国債だ。国債は何国民の借金ではない政府の負債だ。それはいいよ。 でも結局、政府の負債は誰が返すかって言って、国民が返す国民に返すことをお願いするふざけろお前。お願いされて返すような玉じゃねえよ、お前。お前が返せよ、お前が。何なんだよ。国債を切るたんびにお前の給料入ってんじゃないか。お前がまず返せよ。こっちは増税されてよ。PP されてんだよ。何考えてんだよ、お前。ふざけろよ、お前。騎士だ。貴様な、お前。広島に、 その顔で帰ってくれると思うなよ、お前。ちょっと、つら洗って出直してこい、お前。ふざけろよ、お前。将来世代に、付き合いを残すな。お前が付き合を残してんじゃないか、お前。ふざけろってお。俺の前に出てこいよ、この野郎。どうなってんだよ、お前。大体な、政治家がだらしねえから、お前らがだらしねえから、借金が積み重なるんだろう、お前。てめえで削けよ、お前。なんだてめえだけは、余裕ある暮らし。 豊かな貯金を、そのまま、守ったまんま、汚い月は国民に払わせよってのが、大体国債なんて返済する必要あんのないんだろふざけろよ、お前。なんか無理やり国債を、税金で国民に負担させるような、そういう形作るのやめろよ、お前。意味がないよ、お前。国債返さなくったって誰も迷惑しないんだよ、ん。そのことぐらいわかってんじゃないのか。何をやってんだよ、って言っても。 岸田総理も、ただ、財務省の官僚が書いたペーパーをペラペラ読んでるだけだからな。岸田総理に責任があるのかって言えばこれもまた、うーん、なんとも言えないよね。ほんとお前、何考えてんだよ。恥ずかしくねえのかよ、お前。奥さんが買い物たんびに、あなたはまた税金が上がったのよ、って言われてないのかよ。何やってんだよ。どうなってんだよ、お前。とりあえず俺の懐が痛いよ、お前。金返せよ、お前。 どんだけ払ってきたと思ってんやん、税金。返せよ、お前。ふざけろよ、お前。公務員の給料上げてる場合じゃねえぞ、お前。公務員の給料上げるんだったら、俺の会社に使えよ、お前。騎士だ。騎士だ。そっか塾30万、一括払い、頼むぜ。そしたら文句言わないから。あ、ついでに FX オリギャラ品も買って、合計60万。あ、二つ一緒に買ってくれたら、59万に減額するけど、どうですかそれじゃあ。 はい、こんにちは。今回はね、岸田総理が、まあ、国会でこんなことを言ったんですよ。まあ、同性婚を認めてしまうと、社会が変わってしまうということですよね。ちょっと記事読んでみましょうか。岸田文雄首相は、1日の衆院予算委員で、同性婚の法制化に関し、極めて慎重に検討すべき課題だと述べ、否定的な考えを改めて示した。同性カップルに結婚の自由を見つめようとしない理由について、 え、家族観や価値観、社会が変わってしまう課題だと強調したということですね。あの、社会って変わり続けるもんなんじゃないですかね。社会って100年前と同じですかね。1000年前と同じですかね。1万年前と同じですかね。また、同性婚を認めるだけで、社会が壊れたりとかね、崩壊に向かうっていう意味でしたら、そんなもんではないと思うんですけどね。じゃあね、1億人いる、そのカップルのうち、同性婚が1億組生まれますかってことですよね。 うん、やっぱり同性婚ってどこまで行っても少数派だと思うんですよ。で、その少数派も認めていきましょうねっていうのが民主主義の原則ではないかなと思うんですけども、同性婚はダメだとかね、社会を壊すみたいな意味で捉えて社会が変わってしまうとかね、家族や価値観が変わってしまうって言ったって何言ってるんですか別にね、同性カップルじゃなくても今までだって十分、 家族間変わり続けて、価値観変わり続けて、社会は変わってしまうじゃないかと。何が極めて慎重に検討すべき課題だと。<laughs> いや、こんな慎重に検討しなくても、わかるでしょうと思うんですけどね。それはいいじゃないですか。別に同性婚だっていいですよっていう風にしとけばね。いや、申し込む人数が1日にね、5000組とか来るんだったら、うわ、これは処理が大変だっていう意味で、ちょっとね、セーブする。 そういった事務上の手続きの煩雑さによって何かがあるっていうのはわかりますけども、岸田総理一人の感情でね、何ですかこれ。<laughs> いや、こういう時に女性活動家の方は怒らないんですかねまあ女性活動家の方は怒らなくてもいいですけども、奥さんはどう思ってるんですかねいつも。<laughs> 奥さんは。しょうもない男だなと思いませんかこの人。<laughs> 立派なスーツ着て、ネクタイすれば、まあ政治家様の出来上がりって形でね、中身はすっからかんでございますよ。 うん、もうちょっとね、少数派の意見に、やっぱこう耳を傾けていく。それが検討するってことじゃないかなと思うんですよ。自分と個人的に感情の違う人間を排除するために検討するとかね、慎重にとか言ってね。否定するときに慎重に検討って、とにかく言うわけなんですよ。 うん、やっぱもっとこう、肯定的に新しい考え方を取り入れていかないと、私も別に自分が同性婚をしようとは思わないんですけども、でも同性婚を隣の人がしたからって別にどうってことないじゃないですか。うん。確かに感情的に自分の身内とかね、親兄弟がすんのはどうあんま嫌だなって思いますけども、そういう考え方があってもいいわけですし、いいんじゃないのっていう考え方があってもいいですしね。様々。 あるから、社会は変わり続けるもんだと思います。むしろ社会が変わることをなんでそこまで否定するんですかと。家族会や、かず、価値観あんたが何言わなくても、勝手に変わっていくよって話だと思うんですけど皆さんいかがお感じでしょうか麻そ、麻そ太郎。おい麻そ太郎。何やってんだよ。お前むちゃくちゃ心配だよ。お前大丈夫かよ。お前ふざけろよ。 今日は、麻生太郎を叩く記事がないじゃないかよ。一生懸命探したら、こんな写真が出てきたから、無理やり叩くよ。まあ、偉そうにしてんじゃないよ、お前。高そうなスーツじゃないか。ネクタイ何フランス製イタリア製何それどこで買ったの赤木や白木や黒木やべにお城いつけたお姉ちゃん方から、ください、頂戴でいただけますと。千は二千くだらないし物だが、今日はそれだけ来ると言いません。まあね。 いいネクタイしてるじゃないか。うなぎ10万だって連れててくれよ、そういうところへ。こっちは中国産のなんか980円のうなぎ食ってんだよ。つうか食ってないよ。なんとかしてくれよ。叩くところが今日はないよ。んなんかニュースないのない。まあ今日はいいかあ。じゃあ今日は見逃してやろう。あそ太郎。ろう。次は待ってろよ。<laughs>